ミコン世界大会ということで、こんにちは、アスカです。本日もこちらのゲームで遊んでいきたいと思います。もうね、マリオ系は S を取り尽くしたので、今日はね、こちらのダンキーコングで遊んでいきたいと思います。全部 S を取るぞ。まずははしご早登り競争。これどうやんの走って登る。あー、はしごを一つ登りきるだけっていうことか。ほうほうほう、めちゃくちゃ簡単だけど、こんな感じでにゃーん。はいこれ3歳でも S 取れるんじゃないでしょうか。次、ハンマー早取り競争。ハンマーはどこ？あそこにあるのか、左側にあるやつ。ほう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 、ジャンプはなんだこれ。 A がジャンプです。ファミコンのドンキーコングってこんな感じなんだ。おい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 、なんか来てる、なんか下から来てる、やられちゃった。この赤いやつ当たったらダメなのね。ジャンプー B++ あ、これいいんじゃない。せーの、ひゅん。え、マジ、え、なにこれ、こんな、え、ん、真上で普通にジャンプする感じの方がいいのかな。落ちちゃったね。いけ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 よし、ちょっと本気出していくわ。うらドラーおらー、こっちの方が速そう。こっちのチビはしごの方が。どうだ S 来た来た来た。11秒でもエースでした。さあ続いては一面最速クリア競争ということで、これが一面なのかな。ほうほう、かわしつつ、ほうほうほう、登りつつ、登りきればいいのか。ほうほうほう、なるほど、これは簡単やな。え、っていうかこれ主役マリオなの？なんかドンキーコングね、マリオじゃないこれ。ドンキーコングが主役じゃないんかこれは。ほっ、よし、かわしたぞ。待てやべうまくかわしためっちゃ投げてきますやんこれ。はい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 、登る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 。ああ A だ A だ、ただの A だ。よし行きますか。でこっち行って、ほっ、でジャンプして行って、ジャンプして行って登って、ほっ、どうや、ででん、 A++。 昔のゲーセンにあるさ、レトロゲームだよこれは、マジで。あそこに何、ピーチ姫が囚われてんの？なんかピンクのいるよね。ピーチ姫が囚われているんでしょうか。しほっ、よっ、よし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 、オッケー、あーできたー。次、落とし物拾い競争。すべてのパラソルとバッグを拾うまでのタイム競う。どれ、バッグ、これか。左に傘、右にバッグ、この2つを取るのかな。いきます。じゃあまずここ登って、しょ、ペペペペペペ、傘傘傘傘傘、真上の傘で一番右側に行くときどうしよう。この炎が、炎ちゃんが、え、な、え、ダメなのこれ。こうかで、こうで、こうで、キャーなんか当たったぞ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。 B プラス、ドンキーコングなかなか厳しいな。よっ、よし、でこうで、あー炎がめっちゃ邪魔。あ、ここダメなんだ。炎ランダムなんだねこれ。炎、よっ、やべ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 、気をつけろ。よし、いけた、戻った、くわーくっそー、炎め、よっしゃ、ありがとうございます、ありが
とうございます。チャラン、バッグをゲット。うっしゃー、エース取れたー。でもちょいムズだったわ。多分こっからもっと難しくなると思われる。2面最速クリア競争。ふむふむ、レディにたどり着くまでのタイムを競う。あ、レディってあの女の子のことか。あれ、ピーチ姫じゃなかったんだ。大まかに女性ということですね。了解です。女性を救え、いきます。あっふふふふ、むずいきます。てててて、こっち渡っちゃダメなの。あ、これでもいいんか。でも遅いか。こっちこんな感じでピョーン、すげえ来るぞ。ボヨンボヨンが来る。ここは大丈夫。よいしょS、 こんな一発で S 取れるとは思いませんでした。次、あたしまら平井キャサー2。すべてのパラセルとバッグを拾うまでのタイムを競うということで、このはいはいはい、これを全部取るのね。ふむふむ、オッケー。まあそこにレディーがいる。レディーの落とし物ということなんでしょうか。レディーは傘を2つ落としております。日よけか。これ右から行くかな。あー、なんかこの黄色いとこ、なにこれ、黄色いとこ踏んじゃダメなんだ。あ、あー、飛ばなきゃダメなんだ。へぇー、ひょっ、オッケー、よし、くっ、よし、 A プラス、わかった。落ちないようにジャンプな、黄色いとこジャンプな。落とし穴っていうことね。ふむふむ、藁で作った落とし穴っていうことですね。はい、にゅっ。これももう S いっちゃったかもしれない。ごめんなさいね、 S です。しゃー、前半戦より全然簡単なんだけど。次、3面最速クリアキャサー。すべてのボルトを抜くまで。んー、ボルト、あ、この黄色いのボルトなんだ。落とし穴じゃなかった、ボルトでした。おう、ウサインボルトでした。ということで、これあ、え、あそこ抜かなくていいの、この人。あ、落ちるんだ。へえ、なんか遠回りしてる気がするけど、こう行って、こう行って、はいはいはい、オッケーオッケー。で、このドンキーコングを突き落として、このレディーさんとラブ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 になるということですね。よし、 S でやろう。 S 字で方式でいくわ。はい、猛烈ダッシュ、あたた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 た、チャプーし、余裕ですな。あたた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 た。で、こっちはドンキーコングがいるから、ちょっとこんな感じでぐるっと、あ、ちょ、なんかうまくときない。あ、こんな感じで、で、ここ取ってよっ、どうや、だだだだだだ、あ、 A プラスプラスか。結構スムーズにいったけど、まあ、若干ちょい詰まったか。おっしゃ、じゃあこれで取ります。ちょい詰まるのとかなしで。あらー、頼む。火の、え、火の玉が来た、火の玉こんな急降下して落ちてくるパターンもありなんだ。火の玉がちょっと厄介かも。え、あそこにいるのずるくない？ずるいずるいずるい。ちょい運ゲー要素もありだね、これ。火の玉で左右されます。まあ、あそこの一番上にいてくれ、火の玉。うん、あそこに、あ、来た。ここはジャブー、にゃーはははー。これ大丈夫かな、このドンキーコングのゲーム楽しいかな、みんなあー、来た来た来た。あ、レディー、こっからもう助けたい。なんでそこいんだよ、うい、来るんかーい付きまとわれている。もう、くそ、なんか、え、なんか持ってる。まあ、しょうがないか。火の玉ゲームということで。来た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 、あ、あ、にゅ、ああそこいたらダメだね。もう。火の玉ゲームになってきた。夏だからかな。降りてきてる、おい、あ、降りるんでしょ、どうせ。え、来ないんかーい。やめて、もう降りてきてたらやめよう、一回時間の無駄や。来るんか来るんか、来るんか、大丈夫か、あそこでうろついている。
よし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 、オッケーオッケーオッケー、よし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 、あ、これはいいですよ、いいいいですよ、この火の玉さんはいいですよ、いいですよ。で、こうしてこうして、うー、大丈夫大丈夫、よっしゃ S、 おいえい、うわー疲れた、あ、これでラストだ、ドンキーカング全面クリアキャッソーということで、今までやってきた1から3面をクリアするまでのタイムを競うということで、これをほうほうほう、ほむほむほむ、まあ同じだよね、あ、取らなくてもいいのか、はんはん、そうだね、とりあえずこのレディのとこに行けっちゅうことですな。じゃあこれは、これ別に黄色いのやんなくていいんだっけ、え、この人取ってるけど、これやんのかな、え、これは黄色いの取んの、あ、黄色いの取るとあれか、ドンキーコングが落ちて死ぬってこと、オッケー、わかりました。ではレディを助けに、レディーゴー、ダジャレではない笑い声が聞こえなかったので、もう一度やり直す。ドンキーコングがラグビーボールを落としてきます。これなんだ、ラグビーボールかな、柿の種にも見えない、お菓子の柿の種じゃなくて本物の柿の種、ほっ、よし、伝わる人には伝わると思う、よっしゃー、21秒で、22秒か、22秒で上行って、ここがめちゃくちゃ長いと。次、これどうやって行ったらいいかな、こう、こう、いい、ダメ、あ、最初からにしちゃった、まあいっか、お、なかなか早く上に来たんだけど、よっしゃ、21秒到着、さあレッツゴーレッツゴー、2面はどうやっていこっか、まあ、こうやって、あ、火の玉がちょうどなんかちょうどいい感じに来るんだけど、火の玉いった、下いった、でこういって上いって、え、余裕余裕、キャー怖い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 、よし、オッケー、さあこれは全部取る、さっきやった、さっきやったぞ、火の玉に注意、これ火の玉がさ、いいとこ、いいところでなんかいい感じで来たらちょっとマジブチ切れちゃうかもしれない、よし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 、下行った、もろた、ありがとうございます、今週もご視聴いただきありがとうございます、もう助けに来たぞレディ、よし、え、全然火の玉余裕だったね今回、わーい、わーいわーい、あ、 S じゃん、やったー、ドンキーコング無事 S クリアー、ドンキーコングはもう全部はしごめになったのか、想像していたドンキーコングと全く違いました、以上全然違ったわ、面白かった。じゃあドンキーコングがサクサク終わったので、こちらバルーンファイト、バルーンファイトなんて初めて見たぞ、なんだこれ、風船1個早割り競争、これでポーンって割るということですね、移動上昇 A、 あー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 、そっちで割れた？ん？何回も連打すんだ。連打ー！オッケー！ S。ステージ1、最速クリア競争！パタ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 ってやって、パタパタってやって。とりあえず風船をパタパタってやるだけ？はい。一回風船をやっつけて、もう一回なんか踏むのかな？おう。とりあえず上昇します。上昇気流に乗って上昇します。上昇します、ほ、あ、これでいいか、はい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 、オッケー、でこれでもう一回、え、なにこれ、な、え、え、もう一回踏むのかな、踏む踏む踏む、え、わかった、こうしてくるから、おお、めっちゃ連打できたぞ今、連続で、うわー、いけ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 、 A プラス、なんか最初さ飛ぶ前にやっつけられるんだけど、そうした方がいいね。飛ぶ前にやっつけます。もう起きる前にやる。ふっ、ふっ、ふっ。いやー！飛ばされなかったらよかった。よし。
弾き飛ばされたらダメですね、これは。いやー、できたマジわけわからんゲームだが、できました。さあ、風船3個早割り競争。こんな感じでぽよ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 浮いてる風船をぶっ潰す。ぽよーして、早く早く、カモン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 。え、プラスプラス、上からの方がいいかもしれない。よっ、こういって上行って、ユー、あ、当たっちゃったね。で、こうで、こうで、登れー、来た。まだかー。で、これ、4秒11とかじゃないとダメかな。ほっ、ちゃ、登れー、難しいでしょー。あー、取れんかった。こんな感じでギリギリを、ギリギリを攻めよう。ギリギリを、うらー、やったー、できたー。ギリギリを攻めていこう。ステージ2、最速クリア競争。お、なんか、あ、あれか、あれか、あれか、あれを全部、あれを全部バンバン倒すんだ。はい。おー、横画面つながってんのか。5匹ね。5匹のこの可愛い子ちゃんたちを倒すと。はいはいはい。あ、来た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 。よ、これ下のやるか。下やって。待て!よし。で、こうで、右のを最後に。にゃん!あー!起きた!起きた!起きた!復活するんだ、これ。早く倒さないと。くー!ピクチャー!ほら、ほらほら。お相撲みたいになってしまった。B プラスプラス。よし。お?めっちゃすごい技を今。発動したぞ。やばい、これもう、これやっとくわ。あ、しゃしゃしゃ、大丈夫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 、あー。もう一度、あの技を。くぅ。やはり眠ってる間にやる作戦がいいということだね。で、これを、やって、あと、こっち行くか。あー、踏めなかったー。ぬぬぬ。で、叩いて、叩いて、よし。で、こっちから回るわ。よし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 。やった、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 できた、できた。ははー。できましたー。次、風船15個早割り競争。おうほう。もう全部やればいいのかな。で、ここはなんかぐるっと回る感じかな。え、難しそうだな。結構無重力がありますから。オッケー、やりまーす。ふわふわふわりん、風船割るよ。ということで、ここはね、さっきやったから、こっから、こっからですね、こうして、こうして。これ取んなくても、まあ、いっか。あ、当たってもうたー。あと5個、あと5個。やばい。だいぶ遠回り。あと2個。よし、B プラスプラス。最初の3つめっちゃ甘くない?プロくない?これ。はい。この先なんすよね、問題は。問題はこちら。よっしゃ!んで、これも取る!よっしゃ!やばい、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 うますぎ、うますぎ、うますぎ、あと2個、もうこれ2個で、オッケー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 。で、え?あ、ここにあるんだ、パチパチくんが。パチパチくん動いてんか、ここ。で、こうで、こうで、こうで、あにゃん。この赤い風船2つ重なってんのか。ずっとハートに見えていた。ロマンティックな私。はい。で、パチパチくんを避けて、よし、にゃん。やばい、10分ぐらいやっているこのゲーム。違う、この面。この面、この面は。はぁ、しゃ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 、もうこれ全部。あー、どうしようどうしようどうしよう。こっちから、こっちから。で、もう下に急降下。うぅー !A プラス。まあさっきより、ワンランクアップということで。まあ、ルートは自分の中でだいぶ掴んできたから、あとはこのワタパチに触れずにどう行くか、極めよう。
落ちろー。プラス2秒も縮まってますよ。 1.6 人もさ速くなってるん。 A プラスプラスでもないんだけど、どういうことなんでしょうか、この風船ワンコ物語。風船ワンコ物語はかなり難しいゲームですな。頑張んど、おら頑張んど。取れなかったけど、まあしゃあない。今沈んだからもうあれかと思いましたが、無事 S 取れました。ワンコ物語ありがとう。よし、ステージ3最強クリア競争。この鳥をベシベシとやっつけていくことですね。はい、1,2,3,4,5匹、5匹の鳥をぶっ潰す。なんてひどいゲームなんだ。ひどすぎる。この眠ってる鳥は最速でやれちゃいますからね。はい、眠ってる鳥は最速で、おりゃおりゃ、いけ、よし、あと2人、あと2人、あと2人。あ、何もできない、何も触れない。あー、はい、でこう、あとこの子、あとこの子、ちょっとすいませんね。はい、すいません。あ、こっちから、あ、どうしよう、こっち、あ逃げる。はいはい、すいません。あいー、あでもこれ3連でポンポンポンでいける。ほら来た、3連制覇で、これもいっちゃうよ。あ、これじゃ、よし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 、来た来た。A プラスプラスだ。むむむ、チャンして、あ、なんか沈んでってんじゃんだけど、あの人食べられてたんだけど自ら、敵なのにやられるの自ら。あの割って、風船割って、この湖に落としちゃうっていう作戦でもいいのかな。あの子落ちたかも。いけるか、いけるか、いけるか。おーやっときました。おめでとう。よし、ようやく終わりました。さあラスト、最後は3ステージ連続クリア競争。めっちゃ難しそうなんだけど。おさらいだね。もうこれ集大成ですね、この風船コースの。ほうほうほう。で最後今やったやつ、プルプルンってやって、プルプルンってやって、バン、上のから落としてんねこれね。うりゃって、あ、逃げられてる。えい、あー、なるほどね。さあやってみましょう。まずはペン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 、よし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 、次次次いっちゃいますよ。ジリアー、やばい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 、なんか散らばってる。よし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 、これでどうでしょうか。あ、やばいやばいやばい、これしくじったか。いや、いや、キャー、生まれ変わってしまった。どれどれ、 A でした。よし、早いか早いか早いか、これはなかなか、これ3連チャン決めるよ。何回やったと思ってんねん、あそこ、くそ、何回やってんねん。でも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 、大丈夫大丈夫、落ち着きます落ち着きます、私は落ち着きます、私は落ち着くことが一番大事です。はい、こっち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 、
げ A プラス。ふぅ。はや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 ちょんし。で、右から左から隠れてんじゃねえぞ。隠れてんじゃねえぞ。やばいやばいやばい。隠れているのは私でした。え、めっちゃ遅いやん。よっしゃ、来ました。で、この子を、よっってやって、で、よっしゃ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 、よし、いけ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 で、パーヒュン、やっぱ、うまパーヒュン、よしよし、ラストラストラストワンコ、待てこらー、トゥリーラー、待てこらー、うるせーらー、待てこらー、いいはははははぁ、やばいな、これオッケー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 、早い早い早い、あるあるありますよ。さあ失敗すんなよ、こんにゃろー、きたー、やばいやばい、いただきマンモス、いただきマンモス、よっしゃこら、右から、右から待つか、右右右、早いな、ちょっとなんかこの子、足速くないっすか、うぅー最後のやつにもて遊ばれた、ジグジョー、ピッピッピッ、オッケー、でーピッってやってピッ、オッケー、いけ、よっしゃー、来た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 、やーさあ、え、39.23 だよ、何秒取ればいいのよ、うりゃ、え、39秒05なんだけど、やっぱ38秒台か、テルルルルッテッテッテン、ほっほっほっ、よっ、あとこいつだけやー、えっ、取れた、はあ、やった、めっちゃこれ時間かかった、マジで1時間ぐらいかかりました、このコースだけで、はい、お疲れ様でした。ということで、こちらのバルーンファイト S クリアしました。難しかったわこれは。ということで、今日はドンキーコングとこちらのね、バルーンファイトで遊んでいきました。次はカービィで遊んでいきたいなと思っております。カービィがね、めちゃくちゃ長いんだよね、20個ぐらいあるんじゃない、これすごいあるので、カービィも頑張って S 取っていきたいと思います。それではまた明日、アスカでした、バイバーイ。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。おすすめの動画